はい、どうも、ゆちるです。はい、そしたらね、今回は、えー、サンゾンに助けられた初心者時代というね、テーマで話していきたいと思います。で、初心者の頃、僕、あの何やっても勝てなかったんですよね。まあ、いろんなことを調べて、いろんなあのやり方でトレードをしてみても、絶対勝てなかったんですよ、うん。ただ、このサンゾンに関しては、非常に助けられたなと思います。まあ、今メインでサンゾンを使ってるかって言われたら、うん、メインではないんですけど、うん ただやっぱり3ンっていうのはチャート、相場を読み解いていく上で非常に本質的なチャートパターンだなっていうふうに僕は自信を持って説明することができますで、これを見てくださってる FX 始めたばかりの人とか全然勝てないよっていう人3ンを見るようになると格段にレベルアップできますしその相場に対する理解っていうのは必ず深まりますねなので初心者のこの自分にね伝えたいという気持ちでこの動画撮らせてもらおうと思うので今 ううままくくくいいいいい。っっってててなななととか、かちょっと初心者ででよよ人は必ず最後まで見てくださいえそしたらですね、この動画を通して三層と、あとは逆三層ですね、ヘッドショルダーとかえーリバースヘッドショルダーと言われますけども、こういったチャートパターンの全てを語っていきたいと思います。そしたら目次作ってるんですけど、まず三層の優位性っていう話をしたいと思います。三層の優位性に関しては、要するになぜ3層が出たら、じゃあ売り。 逆三尊が出たら買いという形で相場を捉えていく取引をしていくことにどういう根拠があるのかなぜそれが優位性が高いトレードになるのかというのを説明しますでこれに関してはダウ理論が非常に関係してきますはい次運用の注意点なんですけどこれに関しては三尊の大きさであり登場する場面どこで登場したのかというのがすごく重要になってくるんですよすごく重要になってきますはいそしてエントリーに関してはフィボナッチを使って資金管理をしていきますはい え次、損切りなんですけど、損切りをする上では、ダブルトップになる可能性を考慮しなきゃいけないので、その話をしていきます。で、理学に関しては、三尊って3つの山がこうできるじゃないですか。でも、真ん中の山だけ高くて、左右の山はまあ大体一緒ぐらいの高さになるんですけど、なぜ左右の山はあの同じぐらいの高さになるとか、同じぐらいの大きさになるって皆さん考えたことありますかねこれはね、どこで理学するかを考えると、非常にそのあの説明ってしやすいんですよね、う。ん で今見た通り、ダウリリオンとかフィボナッチとか、まあ、あと大口の注文とかともすごい絡んでくるんですよ、ゾンっていうのは。なので、えー、この動画を通して、ゾンだけじゃなく、むしろゾンから相場の本質的な動きっていうのをあの読み取れるように、はい、あの網羅的に複合的に、総合的にあの解説していきますね。そしたらですね、えー、まずはじめ、えー、このゾンの優位性、なぜゾンを使うことに意味があるのかっていうのを話していきたいと思います。はい でこれはさっきも言った通り、ダウリ論と組み合わせて考えることが非常に重要なんですね。あの相場、チャートというのはダウリ論でできてます。あのダウリ論をあの学ぶじゃないですか、皆さん最初。まあ、ダウリ論、多分皆さん聞いたことありますよね。なんですけど、ダウリ論使っても勝てないじゃないですか、<laughs> ぶっちゃけ。ぶっちゃけダウリ論使っても勝てないんですよ。うんまあ、だからそれはなんか3回目に大体みんなデートで告白するよねって聞いてて、3回目に告白したからといって勝てるわけではないのと一緒で、そうみんなの共通認識でしかないんですよね、ダウリ論というのは。うん で、ダウリロンとサンゾンを組み合わせて考えると、この相場の転換点ですね。上がってたものが下がり始める。ね、あるいは下がってたものが上がり始める。これをあの非常に捉えやすくなるんですよね。うん、びっくりするぐらい。まあ、そこをねちょっとチャートで、えー、解説していきたいと思います。そしたらですね、えー、とユーロドルの冷やしを使って、えー、解説していきたいと思います。で僕、今 FX 始めて、えー、と2年と3ヶ月かな。 なんですけどユーロドルの3尊だったら多分僕が一番詳しいと思います。マジで。僕が一番詳しいと思います。で、ユーロドルのこれ足見たときも、これ、いっぱい3尊っているんですね。こうやって。3、ま、尊、あ、っていうのはこういう形で、真ん中の山が一番高くて、で左右の山はまあ一緒ぐらいの高さっていう状態ですね。はい、で、あと、あともう本当いろんなところにいるんですけど、 あとね、ここのダウリ論と組み合わせて考えるときは、ここの三尊なんかがね、すごくわかりやすいんですよね。うん、で、えー、じゃあ三尊がなぜできるのか、正直よくわかんないじゃないですか。こうやって、えー、真ん中の山だけなんで高いのって最初見たとき思いますよね。でもこれは、なるべくしてなってるんですよ。ね、結論から言うとあの、相場の天井圏っていうのは、まあ、当然高値、高値圏ね。 そういう高値圏天井圏では三層を形成する可能性っていうのはこれ非常に高いんですね。これ非常に高いです。うーん、まあ、95%ぐらい <laughs>。本当にそれぐらい優位性の高いあのチャートパターンなんですよね。で、それをダウリ論と組み合わせて考えることで、あの自信を持って、あ、3層ってちゃんと出るべくして出るんだなっていうのを理解することができるんで、じゃあ取引するときも自信を持って、じゃあ3層だったら売りを、売りのエントリーボタンを押せるよねって話なんですよね。うん、そしたら、えー 解説していきますねまず、えー、3ゾーンを半分に割ってほしいんですよね。こうやって。3ゾーンを半分に割ると、じゃあ例えば、えー、これ今ね、トレーディングビューっていう、えー、とチャートツールを使ってるんですけど、これすごい便利なんでね、あのぜひ使ってない人はね、1回使ってみてください。あの下の説明欄にね、あのリンク貼ってあります。で、今、えー、相場のねあの右、右側を消しました。はい なので、三尊が3尊がさっきこういう形でできるんですけどその右半分を消したっていう形です。で、三尊のじゃあ左半分って何なのって話なんですけど左半分っていうのはあれですよ多分ついてこれてると思うんですけどこうやって今終わってます。なので今三尊の左半分ここの説明を今してます、OK。そしたらまあ単純に一言で三尊の左半分っていうのは 上昇トレンドなんですよ。上昇トレンド、ね。で、三尊天井って言われるくらいあの高値圏で出やすいんですよ。三尊っていうのは。だから三尊が出たら売りっていうのが基本的な、えー、売買シグナルなんですけど、えー、三尊の左半分っていうのは完全に上昇トレンドです。なので、ここで高値を更新してる。だから、左側の山より真ん中の山が高いのは、これ三尊を捉える上で当たり前の話になるんですね、はい。まあ自然ですよね。だって上昇トレンドなんだから。 三層の左半分は上昇トレンドなんだから高値更新してなきゃおかしいってことは一つ目の山よりも二つ目の山の方が高いこれ当然ですよねはいそしたら次ですねじゃちょっとねこのトレーディングビューの便利な機能でこれ再生機能というのがあるねちょっとそれ使っていきます今再生ボタンを押したんですけどまあこんな感じで先のローソク足をですねこうやって、えー、表示することができるんですねでここですねはいここで止めますここで、えー、皆さん考えてほしいのが ダウ理論を組み合わせてさっき考えましょうっていう話をしましたよね。で、この高値を更新したここの最高値、ここの時点でみんなが注目してるレートはどこかって言ったら、それがここなんですよ。この安値。なぜかというと、この最高値を作った起点となった安値がここだからですね。ここを起点として、ドンって上がったわけですよね。だからそこで最高値を作ること、最高値を更新することができた。 だから、ここの安値ってみんなが見てるんですよ。ここの安値ってみんなが見てるんですよ。世界中のトレーダーが見てますよ。あの、冗談抜きで。ユーロドルって世界で一番取引量が多い通貨ペアですよ。ね。もう、世界中の人がダウリロン知ってますよ。当然。僕も皆さんも、世界中のトレーダーも、大口もみんな見てます。で、そこをこ、そんな大事な安値であるこの安値。まあ、ダウリロン的には、押、えー、し安値とか言ったりするんですけど、それを抜いてきてますよね。 じゃあ、ここで何を考えなきゃいけないかって言ったら、みんなの、ね、世界中のトレーダーたちは、今までユーロドルをこうやってここで買いでみてたわけですよ。買いでみてたの今度、売りに手切り替えてくるってことですね。マジかつって、この安値終わってきたら、ああ、もうじゃあ売り入ってるから、ここから売ってかないとな。じゃあ、みんなで売ってくぞみたいな話になるんですよ。ね。で、じゃあ、ここで、ね、売りましょう。ショートしましょうと。ね。 さらにもう下がって、もう爆撃やと、えー、言いたいところなんですけど、ここで打っちゃダメなんですよ。ここで打っちゃダメなんですよ。うん、ここで打っちゃダメなんですよ。これがあの初心者の時はもう負けるパターンですよね。あ、下がってる。ね、勢い強いと思って、自分が打ったらそこが、ね、そこから上がり始めるっていう、もうこれ。 あるあるですよね、本当にね。本当に嫌なぐらい、もう誰かに見られてるんじゃないかっていうぐらいね、逆行きますよね。びっくりするぐらいね。なぜじゃあ、ここから反発してくる可能性があるのか。実際にちょっと,えと再生しますね。で、再生すると、こんな感じで要線がつき始めて、まだ安値更新するんだけど、あ上がってきましたね。うん。上がってきましたね。こういう形で、今止めました。こういう形で、どうしてもね、一方向に、 こうせっかく行ったんだから、もうずっと下がり続けろよと。あの、皆さんね、ツッコミを入れたくなる気持ちはわかるんですけど、なかなかそうはいかないんですよ。なんでかというと、えこの FX のチャートっていうのは、両替です。両替。ね。だから、ユーロドルっていう通貨ペアを今見てるわけですけど、ユーロドルが下に行ってますよね。下に下がってるってことは、ユーロが売られて、ドルが買われてる状態を意味するわけですね。それは何を意味するかって言ったら、ユーロを 差し出し出てそのの代わりにアメリカのドルを受け取るこれ、両替ですよね。まあだから、ヨーロッパの人がアメリカに旅行に行くときってそうですよね。自分らが普段使ってるユーロっていう通貨を、えー、アメリカドルに両替しますよね。交換しますよね。はい それが行われてるってことです。まあ当然ね、あの旅行者が、オレーっってあの売ってるわけじゃないですけどね。まあ当然皆さんご存知の通り、エフェクスのチャートにはまあ大口っていうのがいますから、その大口が注文を出してるってことなんですけどね。うん、ただ、えー、理論上ですね、えー、そのヨーロッパに、えー、ヨーロッパの人がアメリカに旅行に行く、ね、そういうヨーロッパ人が多いっていうふうに捉えると、多分初心者の人もわかりやすいと思います。それがこの下落に表れてるわけですね。 で、みんながね、考えてみてください。みんなが、ユーロをいらない。で、アメリカドルが代わりに欲しいって言ってるってことじゃないですか。でもさ、両替なわけだから、ユーロを差し出して、自分はアメリカドルを受け取りたいって考えてる人が多いから、当然こうやって下がってるわけじゃないですか。なんだけど、じゃ逆にね、アメリカドルをいらないから、アメリカドルを差し出すから、ユーロをくれっていう人と、マッチングしないといけないですよね。FX って。 両替ってそうですよねだってそれが成り立って初めて自分の注文が成立するわけじゃないですかねそう考えると全員がみんながみんなそのユーロを差し出してアメリカドルを受け取りたいって思っててもその逆をあのやってくれる人とマッチングできなくなったら結局この下落って止まるんですよわかりますかねうんかこれはあの最近流行りの,あのマッチングアプリありますよね 今これ2020年の5月に撮影してるんですけど、ああ緊急事態宣言でまあ自粛期間ということで、かなりね、マッチングアプリの需要が高まってきてるというふうに言われてますよね。僕もね、早速、2日、3日前ぐらいかなに登録したんですけど、めちゃくちゃ楽しいですよ、あれ。めちゃくちゃ楽しいです。で、あのマッチングアプリも当然考えてみてください。圧倒的に需要が高いのは女性ですよね,ね。まあ 女性の恋愛市場における女性っていうのはやっぱり20代の女性の方が中心になると思うんですけどでもそれと比べて男性っていうのは別に20代30代40代全員恋愛市場にいるじゃないですかそう考えるともう当然ですけど絶対数女性の方が少ないわけだからあの全員が全員マッチングができないわけじゃないですか,だかそれと同じ現象が発生するんですよこれ FX でもだからどっかであの下落止まるんですよねあの必ずもう男性余るんでねだからユーロを売りたい っってていいうう人がが余るる現象が発生すすんですよだから結局そこでもう上がるしかないよねっていう状態が発生するわけですね。上がるしかないよね。だってユーロもう売れないんだから。マッチングする人がいないんだから、もうそうしたら上がるしかないんですよ。今の,あのチャートを通して、ね、あの読み取れるようになるとあの皆さん反転、あの反発するポイントとか取れるようになったりします。はいまあ、当然今 かなりね、ヒントもらったなってあの思える人もいると思います。僕もあの今の考え方を取り入れるようにしたら、初心者の頃、すごくね、もう感動しました。で、この動画を通してね、じゃそれを実際にあのチャートを見て、自分で気づけるようになるレベルまで、のこの動画で持っていくんでね、体最後まで見てください。なので、話を3ンに戻しますね。3ンの左半分は、 上昇トレンドだよただの上昇トレンドだよ。だから1つ目の山よりも2つ目の山の方が高いんだよという話をしましたで。そこからこの下落。この下落が本質なんですよ。なぜならダウリ論でいう押し安値をは下回ったから、えー。そしてそこから一直線に落ちることはないよと。ね必ず1回反発の上昇を経ないとさらに下がっていくことってできないですよね。うん 一回こうやって反発の上昇をたどることによって、要するに、まあ、マッチングアプリで言ったら、女性を新規登録してる期間だと思ってください。そうすればまた新しい女性が入って、ね、みんなマッチングしたら女性辞めてくるじゃないですか、ね。でも新しい女性をまた入れれば、当然またマッチングし始めますよね。だからまた再び下げることができるんですよね。そういうイメージです。ね、なので、必ずやっぱ3つ目に余ってできるんですよね。でもね、 3つ目の山って、当然、この最高値を越すことはないんですよね。だって、本流がもはや売りになってるわけだから。ここの安値を抜いたことによって、本流、本流がメインストリームが売りになってるわけだから。ってことは、やっぱり、ここの最高値を抜くっていうのはおかしいんですよね。理論上ね。うん。だから、3つ目の山が、まあ、えー、まあ、大体、 まあちょっとこれエントリーの話にもなってくるんで、ちょっとエントリーのところでね、大体どこまで戻すのかっていうのを、どういうふうにあの探っていくか、完全に当てることっていうのはできないんですけど、どういうふうにメドをつけていくのかなっていう話をします。それは資金管理とも重なってきます。で、最高金を越さない具合までこうやって上がってくると。で、そこから再び売りが入り始めて下落できるんですよね。そこからは大きく下落することができるんですよ。なぜかといったら、なぜかといったら、ここで エネルギーを溜めてるからですね。貯めたから。ね一直線に落ちれば落ちるほど、もうマッチングしなくなるんで、その後強く戻すんですよ。その後強くブーって戻すんですよ。よくありますよね。V の字で。こう、ポンポンっていう動き。あれって理にかなってるんですよ。だって、急にそんだけ落ちたら、もうその後上がるしかないんですよ。だってマッチングしないんだから、その後。ねっていう話なんですよね。はい、じゃあここから先ちょっと再生しますね。うん。 あ,あもう3存できましたね。うん、で、そこから、はい、下落していくと。うん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 。まあ、こういう形で、まだ下落続きそうですね。ここで、ここもだから、1回、ね、また再び落ちるために、ね。よいしょ。ここで3存が、えー、完成しました。ちょっと汚い。1、2、3ですよね。うん で、ここがネックラインなわけですけど、あの、まあ、この三角形の底辺だと思ってください。このネックラインっていうのは、これネックラインってすごい意識するあの、意識されるんですよ。めちゃくちゃ意識されますね。相場の中で一番意識されるんじゃないかっていうぐらい意識されます。はい。で、ここのネックラインを割って、で、ここでもう売りのエネルギーつきたんで、一回マッチング上、えー、上に上がると。で、このネックラインで反発してますよね。で、このネックラインで売るっていうのが、あの、まあ、 教科書的なエントリーですね。教科書的なエントリーです。はいまあ、これ以外のエントリーをあの後でね、エントリーのところでは解説しますで。そこから再び安値更新をしているっていう流れですね。OK、そしたらもうちょっと再生してみましょうか。ようんうんうん。はい。うん。ここからはあれですね。えー、一旦、下落が落ち着いて、もみ合いを始めると。ね 3ゾーンからよいしょこの3尊からの下落。ドーンって下落して、で、その後、下落が落ち着いてもみもみするというところですね。はい、じゃあ、この3尊を通してね、皆さんに3尊がなるべくしてなってる。ね。要するに、この3つの山を作る。そして、中央の玉が、中央の玉じゃねえや。山が一番高くて、左右の山がそれよりも低くなる。この原理っていうのは、 ダウ理論的に考えると、めちゃくちゃ理にかなってる。ダウ理論と、あと相場の需給から考えると、非常に理にかなってるんだなっていうことを皆さん理解できましたかね。あの理解できたよという人は、ぜひいいねボタンを押して、えー、応援してもらえると嬉しいです。はい。そしたらですね、えー、次の、えー、目次に行きたいと思います。次はですね、よいしょ。まあ、相場の本質である三尊の成り立ちというのを今説明しました。優、ま、位、あ、性ですね。なぜ使えるのかという話。 高根県では、高根県の最後で出るべくして出るんですよね。あの流れで、今僕が説明した流れで。はい、そしたら次は、運用の注意点。実際に三層が出たら売る。で、三層の逆。三層の逆三層とかみんな知ってますよね。よいしょ。逆三層は、えっと、あこれだから、これなんか逆三層ですよ。三層の逆ですよね。こういうあの形が逆三層。 ね、で、3、え、層、ー、が出たら売る、逆三層が出たら買うっていう、まあ、当然、えー、オペレーションになるわけなんですけど、その運用をしていく際の注意点っていう話を今からしたいと思います。まあ、これは要するに、騙しをなるべく、えー、なくそうっていう意味で、えー、お話をします。当然ですね、騙しを100%なくすことってできないです。初心者の頃はあの、それをどうしても探してしまうんですけど、結論絶対無理です。どのぐらい無理かって言ったら、 絶対にじゃあマッチングアプリであの可愛い子を落とせるとかねまあ別にクラスでもえ職場の,あのマドンナとかいますよね一番可愛い子その子を絶対に落とす方法とか皆さんなんかそういうあのなんか本があったら皆さん買いますもう絶対買わないですよね絶対恋愛に絶対とかないって頭と体で理解してるじゃないですかね腹で理解してるじゃないですか振られたことをやっぱみんなあるだろうしねなんですけど なぜか FX ではその100%を求めてはがるんですよね。僕もそうでした。はい、ただ、騙しを100%殺すことっていうのはできないんですけど、ただ、やっぱり一定以上はあの予防することっていうのはできます。それを、えー、この運用の注意点っていうところで説明していきます。そしたら、えっ、ー、と、3層、このチャートパターンが出た時っていうのは、まずどのぐらいの大きさなのかっていうのを確認してほしくて、これはもっと言うと、要するに、長期足で出たものかどうかっていうのを確認してほしいんですよね。 ただ単に三尊が出ました。よっしゃ、うれみたいな。これやってると負けるんですよ。うん、なぜかというと、えーまあ、結論から言うと、日足で出たものっていうのはかなり角度が高いんですよね。うん、で、えー、逆にじゃあ例えば短期足、5分足とかで出た三尊っていうのは、これは優位性はガクッと下がるんですよ。同じ三尊であってもガクッと優位性は下がります。これなぜかというと、 長期足、例えば日足で出た三層って当然ですけど、注文量が多いんですよね。これはもう断言できます。注文量が多いです。逆に5分足とか、短期足で出た三層に関しては、注文量が少ないんですよ。で、これに関しては、実際にチャートで解説した方が、話分かりやすいそうですね。そしたらチャートでえーと具体例を出したいと思います。短期足でできた三層と長期足でできた三層。そしたらですね、 えまず、冷やしの三層で言ったら、例えば、これ2020年の5月に撮影してるんですけど、例えば、これ何月だっけ ?1 月か。1月、2020年の初頭にできた三層、ここにあるんですけど、こうありますよね。じゃあ、この三層って値幅どんぐらいかなって見てあげるんですよ。ここのネックラインありますよね。さっき説明しましたよね。ここのネックラインから、この最高値どれぐらいかなって見てあげると、1.1238。 から1.11ぐらいって考えると1 2 0ピプス以上ですね1 2 0ピプス以上をえ上に1 2 0ピプスじゃねえな1 4 0ピ i p s かまあ140から1 5 0ピプスぐらいの大きさなんですよねこの東の三存っていうのはうじゃあこれが例えばですけどよいしょこれがえーとユーロードの15分足なんですけど 15分足でちょっとサンゾンちゃんを探します。よいしょ。サンゾンちゃんね、こうやって探していくと絶対いるんですよね。うん。まあ、例えば、こことか、まあ、サンゾンですよね。こことか。こことかもサンゾンですよね。で、ここのネックラインから、えー、じゃ最高値までを、えー、また出してみると、1.0870。 もう50ピップスですね。50ピップスなんですよ。だからさっきの冷やしレベルのと比べたら3分の1の大きさじゃないですか。ね、だから別にこの3ゾーンがダメなわけじゃないんですけど、まあ確かにここから下落してるじゃないですか。だから別に売ってたら取れるよねって話なんですけど、ただやっぱり短期足で見つけられる3ゾーンと冷やしで見つけられる3層っていったら、やっぱり大きさ入っている注文量、まあ要するに、えー、ピップスですよね。注文量っていうのは、値幅ですよね。だからそれが圧倒的に違うじゃないですか。ね。だから、 このね、えー、長期足で出たものを根拠に売る、要するに日足の3ゾーンで売るのと、えー、5分足とか15分足の3ゾーンで売るのだと、これやっぱりあの角度が変わってきますよね、当然ね。うん、で、これに関しては、やっぱりその相場を動かしているのは、えー、まあ、ヘッジファンドだったり、機関投資家、あとは投資銀行ですね、まあ、こういった、えー、大量の資金を保有している大口なわけですね。で、その大口っていうのは、あの当然、注文量が多くなるじゃないですか。 でで彼らの注文量、彼らの注文が入った、売りが入ったとしたら、それって、下がる、降参が非常に高いですよね。下がる降参が非常に高いですよね。うん。で、それって結局、だから、ピップスで見るしかないんですよ。当然、あのー、じゃあ、ね、投資銀行で言ったら、じゃあ、ゴールドマンサックス有名ですけど、ゴールドマンサックスが売ったぞとかって、情報僕らにあの出てあの入ってこないですから、当然ね。ねじゃあ、機関投資家だったらね、GPF i がどれくらい買ってきたぞとかね、そんなのは、 あの僕らに情報来ないですからあの、もうピップスで判断するしかないんですよね。で、そのピップスで判断するんだったら、当然、冷やしベースで見た方があが、大きいピップス動いてるわけだから、じゃその冷やしの3層を根拠にやった方がいいですよね。まだ、週足の3層だったら、ったらもっともちろん角度が高いですよね。そういう形で見ていくと。だから、要するに長期足になればなるほどは、騙しが起きる可能性ってのは低くなるってことですね。はい。 まずこれが1点です。OK。運用する際の注意点の1点目です。はい、次。2点目です。2点目は、えー、登場する場面なんですよね。で、これはさっき話した受給、需要と供給の面ですね。で、みんながマッチングアプリでは、当然女性の方が圧倒的に需要が高いと。ね。で、それに対する男性っていうのは供給多だよと。供給多、供給されすぎだよっていうね。ね。本来は10人で回る工場に、 えー、派遣労働者が、例えば20人とか30人来てたら、それで供給過多なんですよ。そういう意味ですよね。そういった需給を考える必要があるんですよね、はい。で、これは、えーと、チャートで具体例を出していきたいと思います。で、チャート、えーと、これが、こっちがいいな。で、これ、冷やして出していくと、よいしょ。えー、登場する場面を考えたときにね、これ、まず、えーとね、ちょっとチャンネルを引きたいんですけど、平行チャンネルですね。 これユーロドルってこう見てもらってわかるように、これ冷やし見るとすげえ加工トレンドなんですよ。もう2年弱ずっと加工してるんですけど、まあこれに、まあ目印のような形で、まあ地図ですよね。言ってしまえばね。相場って今、どういうゾーンにいるのって。ね。買いが強くなるゾーンにいるのそれとも売りが強くなるゾーンにいるのっていうのを、え見極めなきゃいけないんですけど、それをね、あの、ただローソク足だけを眺めててもわかんないんですよ。よいしょ。 なのでこんな感じで、えー、目印になるようにこうやって、えー、ラインを引いてあげます、はい。よいしょ。で、こうライン引いた時にね、まあ、この辺なんかはもう綺麗にこの中に収まってるじゃないですか。ね、すごいこのラインが効いてますよね。うん、で、まあここでね、 ちょっとブレイクはされたんですけど、でも実はこれ、これ冷やし見てるんですけど、これ、周足で見るとここもヒゲになってるんですよ。突き足かな突き足で見るとヒゲになってるんですよ。だからここの、このチャンネルっていうのはね、これまだ効いてるんですよね。で、そんな話をした時ですね、このチャンネルを引いた目的っていうのは、今、売りが強いのか買いが強いのかっていうエリア、どこにいるのかっていうのをえ表さなきゃいけないんですけど、じゃあ例えば、さっきの三尊、これ、これさっきの三尊ですよ。 こうなってますよねでここって売りが強いエリアなのか買いが強いエリアなのかって考えたらこれチャンネルの上半分ってここはえここのねこの上がっていく過程でここのえーとチャンネルのこのえーとトップっていうんですけどこのこのオレンジのラインねここに行く過程までは当然買いが強いんですよただこのこのオレンジのラインのこの トップのエリアここに近づけば近づくほど、売り圧力って入ってきやすくなるんですよ。売り圧力が入ってきやすくなるんですよ。だから、まあ、ここちょっとブレイクされてますけど、ここってもう売りが強くなるんですよ。だからさっきの3ン,ンの説明通り、ここまでは上昇トレンドなんですけど、ここで急にすごい強い売りが入ってますよね,ね。で、ちょっと反発して下落してるということで、だから、ここのチャンネルで言ったら、このチャンネルの上半分でできたこの3ン,ンっていうのは、 優位性が高いいっていう風に判断でできるんですよねなぜなら、このエリア、このチャンネルの、このトップに近いこのエリアっていうのは、売り圧力が発生しやすいところだから、そこでできた3ゾーンであるならば、これはかなり優位性が高くなるわけですよ。これはわかりますよね、うん。で、じゃあ例えば、このチャンネルの下半分でできた3ゾーンはどうなのかっていう話をしたいんですけど、えー、っとね、下半分でできた3ゾーンで一番、 僕が印象に残ってるのはこれですね。これ。ね。で、これ、この3層できた後、見事に、ボーンって高値更新されてますよね。この3層はもう、ワークしなかったってことですね。機能しなかったってことなんですけど、これがね、うん、これってだから、このチャンネルの、えー、この下半分でできてるじゃないですか。で、当然、ここに近づけば近づくほど、いの圧力って強くなるわけじゃないですか。 何せこのオレンジのチャンネルっていうのは、まあ、冷やしレベルで2年以上あ、2年以上、まあ2年弱、あのー、続いてるわけですから、当然めちゃくちゃ効くんですよ。そう、みんなが見てるから。そう考えたときに、じゃあ、ここの貝の圧力が強いところでできたサンゾンって、やっぱりこれ角度低いよねって話なんですよ。ねまあ、僕もね、あのここではあの見事に負けました。はい。覚えてますよ、今でも。うん。 あ、ここ、あ、ここ、あれだ、売り上がったんだ。そう、ここ売り上がったんですよ。この対局の、この下降トレンドは、あのー、崩れてないっていうところで、結構売り上がりましたね。で、ここで売り増ししてましたね。ここで売り増ししてました。うん。で、結果それをね、ずっとホールドして、最後200、200から250ピップスで利確しましたね。はい。まあ僕、スインガーなんですけど、長期保有でね。はい。っていうところなんですよ。なので、 登場したところがどういうところなのかどっちの買いの需給が強いのか売りの需給が強いのかっていうのを必ずですねあの皆さんは考えた上であのトレードしてほしいんですねはい今ので伝わりましたかねうんまあこれはあのダブルトップとかダブルボトムとかでも一緒ですよやっぱりうんどこでできたのかあの売りの需給が強くなるところでダブルトップなり三層ができたんだったらこれは当然優位性が高くなりますよね うん、でこれはさら、えー、に応用の話をすると、例えばですけど、上昇トレンドの過程で、この辺とか、この辺とか、ここで例えば、えー、ここを、えー、貝足で見ると、逆三像になってるとか、あるいはこうやってダブルボトムになってるとか、こういう時っていうのも角度が高いです。なぜなら上昇トレンドの過程でできてるから。 上昇トレンドっていうのはそもそもそのメインのトレンドが上なわけじゃないですかだからその中でできたダブルボトムであったり逆三尊っていうのは当然角度が高くなるよねっていう話です、はい、これなんかまああのこれも必ずあの頭の中に入れておいて,おいてくださいチャートパターンでうまくいかない人ってこの今話してるこの運用の際の注意点やっぱこれを考慮できてない人たちがまあほとんどかなと思いますねえっ、ー、ともう一回 示すとこの2つですねまあ大きさ大口の注文が入ってきてるかどうかということとあとは登場した場面これ売りの時給が強い場面なのか買いの時給が強い場面なのかこれをえ見極めていくことが重要ですねはいであえっと米印でダウ理論が崩れていない時って出てるんですけどなるほどこれもちょっと解説しておきますねえっとこれも運用の際の注意点になってくるんですけどえっとですね さっき言った、えー、と一番最初に三尊がなぜワークするのか、なぜあの相場の本質と言えるのかを解説したんですけど、ここでね、この三尊解説したじゃないですか。映ってますね。で、この三尊解説した中で、えっ、ー、と、ここの大事なこの押し安値を、ここで下に抜けてるよねっていう話をしたじゃないですか。 だからこれダウリ論的にも下だからこの三尊はかなり優位性が高いという話をしたと思うんですけどこれ逆の場合もあるんですよ逆の場合っていうのはどういうことかっていうと例えばなんですけどもうねユーロドルの三尊はねもう頭の中にもうインプットされてるんですよねマジで例えばここなんですこの三尊なんかは こういう形なんですけど、ここの安値あるじゃないですか、ここの安値。ここの安値より、ここの安値の方が高いじゃないですか。だから、これ安値切り上がってるんですよね。だからダウリ論的にまだ上が崩れてないんですよ。で、こういう時に、その運用する際の注意点としては、こういう時はトレンドラインです、とにかく。トレンドラインを引いてください。ちょっとトレンドライン引きますね。えーっとね。 こういうイメージですね。はい。だからここで安値が結局、こういう形で切り上がってるんだから、ダウリ論はまだ崩れてないよね、と。ね。ここで高値更新したんだけど、えー、強い売りを浴びせられた。それで戻ってきた。ね。なんだけど、まだ安値切り上がってるぞ、と。まあ、こういう時はトレンドラインぶち抜いたら、エントリーっていうのが一番あの安心ですね。一番安心ですね。はい。まあ、でも僕だったらここで全然売っちゃいますけどね。 ちなみに僕はでも実際のこの相場線もここで売ってましたね実際は <laughs> はいまあさっき言ったやつですねここの3ゾーンこれがワークしせずにえ上に行ってしまったんでまあもうどんどん売り上がってもうどんどん難病していきましたねはいまあ相場のやっぱり対局が下なのが崩れてなかったんでねはいでえとこうやって安値切り上がってる場合っていうのはここを抜けてから取引するっていうのはかなりえあの角度は高くなります まあその証拠に実際に、えー、このトレンドラインを抜いた後のこのローソク足は大,大陰性になってますよね。そう。大陰性になってますよね、うん。で、この意識されてるラインにこうやって戻ってくる習性があるんですよね。このブレイクワンタッチはね、何回もいただきましたね。うん、懐かしいですね。はい、ブレイクワンタッチ。いいところをブレイクした後、ワンタッチして再び安値更新していくっていう、このブレイクワンタッチの流れですね。これ、あの、品質しますよ。 で、ブレイクマンタッチ、えー、と解説した動画あるんで、それちょっとあの説明欄の一番上に貼っておきますねあの。初心者の方は必ずね、この動画見終わった後をチェックするようにしてください。OK? です。うん、で、まあ、ちなみになんですけど、えー、とここね、ここで、まあ、ブレイクしたら乗りたいわけじゃないですか。うん、まあ、なんだけど、すぐに、やっぱり冷やしレベルの話だとすぐにこうブレイクマンタッチしてこないで、やっぱり ある一定期間、だってブレイクした時からこれ、ブレイクしたのが7月23日で、ワンタッチしに来たのが8月6日ですから、2週間後ですよね、だから。タイムラグは生まれるんで、しっかりね待てる人は別にそこまで待っていいし、待てない人は、ここを1時間足とか15分足とか、そういう短期足、買い足で見て、チャンスを探っていくっていうところになりますね。じゃあちょっと実際にそこも見てみましょうか。よいしょ。ちょっとこのトレンドラインがですね、買い足でも。 表示されるかをちょっと見たいと思います。よいしょ。あれあ、ちょっとこれあれだな。ちょっとこれ1時間足にしますね。で、1時間足見たときによあ,あ、ここですね。はいはいはい。ちょっとさっき引いたトレンドラインがね、えっ、ー、と、 消ええちゃってるんですすけど、えー、と引き直しますね例えばえー、とここからだからこういう形で引けるわけですねうんあこうかうんまあでもここで入るのは1時間しといってもまあやっぱりでも難しいですよねうん まあでもここはね、結論入るの難しいですね。やっぱりここの大陰線の勢いが強すぎるんで、やっぱこういうとこってね、もう逆に取れないんですよ。だから動きが良すぎるときってあの、本当取れないんですよね。本当取れないです、うん。逆にリスクが高いんですよね。だってこんな、こうやってバックオン下げた後、ちょっとしかこうやって上がってないじゃないですか。うん、だかその中で、あのー、 入るっていいうのは結構リスクが高いんですよねだって損切り置くのをじゃあここの高値にしようって言ったらかなりの損切り幅になってしまうんでここがだこういうとこっていうのは安心して入れないんでやっぱなかなかトレード候補には向いてこないですよねなかなかトレード候補には向いてこないですただまあ入れる可能性があるとしたら、まあ、この今緑のこの引いてるトレンドラインが、えー、とさっき冷やしで引いたのと同じ傾きなんですけど例えば1時間足だったらここにも引けますよね ここと、あと、ここも反応してますよね。そう。で、ここで、ブレイク、ワンタッチで、安い腰の流れがあるじゃないですか。だから、乗れるとしたら、ここですよね。1時間足のこのトレンドラインで入っていく。っていうのは、全然ありですね。うん。まあ、こんな感じで、あの、必ず取引するときっていうのは、実際はやっぱ、冷やしだけで当然やらないし、4時間足、1時間足、15分足あの、網羅的、複合的、総合的にもちろん判断してやります。でその中で自分が優位性が高いと思えるポイントで入っていくってことですね。 当然、え冷やしで見たら、ここで入るのって早いわけじゃないですか。ねでも、一時間足で見たら、一時間足も、もう大事なこのトレンドラインを、すごいね、勢いで、このね、すごい勢いじゃないですか、ここ。すごい勢いで割ってきた。で、ブレーキワンタッチしてきた。だったら、そこで早めに売るっていうのは全然ありですよね。うん、早めに入るのが上手い人って、基本的にやっぱり、あの、買い足を見てますよね、うん。あとは自分の相場感に自信を持ってること。あの、そもそもこの、形成途中である、この3ゾーン ちょっと引いてこの3ゾーンね。1、2、この3ゾーンが、えー、もうこのラインの近くでできているからそもそも角度高いよねっていうあの形でこの3ゾーンが完成しきる前にこのネックラインをぶち抜く前にもう入るっていうのはありですよね。うん、っていうところですね。 まあそこは本当にあの全体の相場感というのをあのしっかり。ただ、全部今説明したことって、もうこの動画で今説明していることじゃないですか。だから皆さんも必ずできるはずです。それは。できるはずです。OK。OK。そしたら、今話したことが、ダウリ論が崩れてないときですね。それはトレンドラインを使って、ダウリ論が崩れてないときは、崩れてないというのは、要するにゾーンの2つ目の山の下落で、ダウリ論を安値更新してないときということですね。一応もう一回説明しておきますよ。 ちょっと一回冷やしに戻りたいな。冷やしに戻って、よいしょ。ここの三存は分かりやすかったですよね。1、2で、ここの安値を下回ったから、ダウリロンがもう崩れてるから、分かりやすいと。ただ、ダウリロンが崩れてないときっていうのは、よいしょ。こっちの三存ですね。 1,2,3。1> 1 2 3で、えー、こう言って、ここの安値は終わってないですよね、まだね。だこういうときはトレンドラインを引いて対応してくださいってことですね。はい。それが今のが、えー、まとめですね。はい。そしたら次いきますよ。はい、次。えー、エントリーに関してですね。はい、はい、はい。エントリーに関しては、えー、3つ目の山。 を作りに上昇してくるのを待って、売りでエントリーしていくんですよ。基本的にね。で、その際ですね、どこまでその3つ目の山が上がってくるのかって、これ誰にも分からないんですよ。僕にも分からないし、大口にも分からないです、それは。だからそれはフィボナッチを使って、資金管理をうまくしながら入っていくしかないんですね。なので、そのやり方っていうのを、チャートでね、具体例を示していきたいと思います。そしたら、 えー、例えばなんですけど、そしたらさっきの、こっちのンドでいくか。こっちのンドで言ったら、まあ、さっき、えっ、ー、と、最初の方で説明した通り、このままこうやって下落していく、このままずっとこのまま下落が続くわけがないと。ね。で、そっから戻ってくるんだから、この戻りを待ちましょうよと。で、戻りを待った方が当然、あのー、 有利じゃないですか。ね。なるべく上で売った方が当然有利ですよね。売るときっていうのはね、うん。で、どこまで上がってくるのか分かんない。それ、その時に使うのがフィボナッチなんですよね。うん、で、フィボナッチはこの最高値からこうやって引いてあげるんですよね。よいしょ。今、フィボナッチをここの、えー、最高値、二つ目の山の高値から、よいしょ。二つ目の山のこの安値まで、えー、引きました。なんで、これを引くタイミングっていうのは実際に反発の上昇を始めたときですね。 だ要するに、えっ、ー、と、よいしょ。よいしょ。こう来て、こうやって、あ一回もう反発して上がり始めたなって時に、こっから、ここまでフィボナッチを、あ、ここまでね、ここまでフィボナッチを、えー、引きます。これ今映ってるね。ケ、OK、ーっていう形でやっていきます。で、実際に、ここは、半、え、値、ー、戻しで、 えー、反発しますよ、ねうんまあ、これはね、もう考え方次第なんですけど、あのー、半値戻しまで戻ったら、やっぱり多少はもう売っていきたいですね。で、これ別にあの、絶対こうすればいいっていうルールは絶対ないんですよ。そんなものはこのように存在しないんで、あの、本当ケースバイケースです。これに関しては。うん、で、えっ、ー、と、じゃあ僕はどうしてるのかっていうと、えっ、ー、とね、ま,あ、まず、 まあ、本当、ケースバイケースですけど、まあ、50まで戻ってきてくれたら、もう割と、あのー、自分の余力のうちのもう3分の2ぐらいはもう売っちゃいますね。3分の2ぐらい売っちゃう。うん、もちろんその相場環境にもよりますけどね。で、61.8まで来た時に売りませるように、あのー、残しとく余力を。で、ここなんかは、例えばこのチャンネルの このトップとここの61.8がなんか重なってるじゃないですか。だったらもしかしたらそこまで戻ってくるかもしれないから、やっぱ、で、ここを抜けてくるってなると、ちょっと、買い強く強くねって話になってくるんで、だって1回抜けて、ここで1回ブレイクしたんだけど、すぐに行ってこいで戻ってきたわけだから、もう1回これ抜いてくるって、それ買いが入りすぎですよねって判断できるんで、この場合は。だったら、もう61.8でもう、 売ったらももううそれれで自分が売れる余力はもうなくくしとく、はい、っていうところでまあここでじゃあ例えば3分の1にするのかとか3分の2にするのかとかそれはもう正直自分の好みですあの資金管理っていうのは結局はそのメンタル管理とあのつながってくるんで最終的にはっきり言ってあの損切りができれば絶対負けないんですよなんかすごい矛盾してることを言ってるみたいに聞こえるかもしれないんですけどちゃんと自分の根拠が崩れた時に損切りができるっていう その前提条件をクリアできてるトレーダーは最終的には絶対勝てます。はい、そこに徹していれば、うん。嘘のような本当の話です。本当にね、うん。いやー、その話分かるわって思ってくれてるあの人はかなり、あのまあ、苦しんでるのもあるかもしれないけど、かなり本質に近づいてるなっていうふうにあの思ってもらって大丈夫ですね。はい、です。あとは、えっと、この、まあ、フィボナッチ以外の判断要素としては、こういう よいしょ。こういう三尊はね、ちょっと待って。今回の三尊って、こういう三尊じゃないですか。こういう三尊じゃないですか。ね。ここで安値をしっかり切り下げてるわけじゃないですか。で、こういうパターンですごい多いのは、結構多いのが、ここですね。こういうパターン。ここの押し安値だった安値が、 サポートからここでレジスタンスに切り替わる。こういうパターン結構あります。まあこれもちょっと頭に入れておいてください。かなり相場の地合が弱い時なんかっていうのは、こういう形になること非常に多いですね。非常に多いですね、うん。そしたらもう一個ぐらいちょっと例を。よいしょ。これ今度こっちのサンドでやってみましょうか。まあただこのサンドの場合はもちろんあのさっきも言った通りこのトレンドラインのブレイクで乗りたいですけどね。で、 まあブレイクワンタッチ。ブレイクワンタッチで乗りたいんですけど、えっ、ー、と、一応ちょっとフィボナッチ引いてみましょうか。よいしょ。うん。いやー、もうこれはでもちょっと入りづらいですね。入りづらいね、うん。まあ実際ここで入るかって言われたら僕だったら入らないですね。38.2までしか戻ってないから、うん。まあ別にでもここで売るのが別に間違ってはないですけどね。別に。うん、ただまあ半値戻しぐらいまで待って、まあ 何せここ安値も切り上げてるんでちょっと買いが入ってくるかもしれないということでまあ僕だったらここまで引き寄せますねまあ実際の相場では僕はもうここで売れてたんで <laughs> あのあれですけどはいえまあ半年戻しまでを待ってで61.8%戻しがえと左側の山の高値と一致するんでまあここまでは余力を持っておくただ78.6までいくとこの左の側の山の高値を抜いてきてしまうんでこれちょっと形として汚いんですよね こうなってくるわけじゃないですか。これってもうなんかワンチャン高い個人思想になりますよね。なんでもその時点でやる必要がないなっていう,ふう判断ができるんで、この場合だったら、まあ半年、まあさっきと一緒ですね。半年戻しと60.8%戻し。で、分割して入っていけるように準備をしておくってことですね。はい。で、こういう1個の目処があれば、あのー、やっぱうまくいきやすいんですよね。フィボナッチっていう。これをね、フィボナッチを使わないでやろうとすると、すごい、 大変なんですよねだって本当にどこまで行くか分かんないから、ここで何,何枚入れる、ここで最後何枚入れるとか、そういう目どを作っておくっていうのは、あのやっぱり非常に重要なんですよね。何にでも期限っていうのは持たせた方がいいじゃないですか。ね、とりあえずじゃあ、なんか今ちょっと元カノと微妙になってて、元カノじゃないな今、今の彼女と微妙になってて、えー なんかちょっと距離を取りたいと言われてしまったと。ね、なんだけど、まあ、自分の中ではあのーまあ、ずっと待ってるみたいな。でもなんかずっと待ち続けてたら意味ないじゃないですか。も,うもしかしたらそれも、ね、彼女他の男作ってるかもしれないじゃないですか。やっぱ、あのー、自分の中でメドっていうのをつけておくこと重要ですよね。ねまあ、それと一緒で僕はメドとして一番優秀なのはフィボナッチだなと思ってます。このサンゾンとフィボナッチの組み合わせっていうのは非常に優秀だなというふうに思ってます。一番大事な資金管理とメンタル管理がしやすいんで。 そしたら今のがエントリーの話ですね。なのでやっぱり基本的には1位、2位で、やっぱこのままずっと下げ続けるってないんで、そこから反発の上昇を待って、で、この反発の上昇の目処をフィボナッチで、えー、掴んでいくっていうところですね。これが一番優秀だなと思います。はい、そしたら次が、えっ、ー、と、損切りに関してですね。どこで損切りするのって多分今皆さん気になってると思うんですけど、はい。 でえっと、ここまでで、ねあのー、あすごいいい内容だなとか本質的で、あのー、役に立ってるなと思ってくれてる人はぜひ、ねえー、チャンネル登録ボタンを押してで、えー、チャンネル登録ボタンの隣に、ね、あのベルボタンがあるんでそのベルボタンをオンにしてもらえると、えー、僕が動画を上げると皆さんにあのしっかり通知が行くようになるんであの月曜日から金曜日に関しては僕はもう相場のタイムリーな情報を流しているんであのいち早く、ね、皆さんにあの見てほしいと思ってるんで えー、ベルボタンもね、えー、ちゃんとオンにしておいてください。はい、あとは、えー、と月額2990円で、えー、メンバーシップというのも、えー、YouTube の中でやってます、えー。そのメンバーシップに入ると、メンバー限定の動画っていうのを見ることができます。まあ、最近だと、あの大口に関する、大口がどういう風に注文しているのかっていう、えー、ことに関する動画を上げてますね。はい、で、まあ、そういった動画もチェックしなきゃいけないとなると、まあ、皆さんが大変になりますよね。ただ、まあ、大きく変わると書いて、えー、大変ですから。 まあ大変になってしっかり成長していきたいという人はね、下の説明欄のリンクからぜひ参加してみてください。はい、そしたらですね、あと2項目ですよ。ちょっと頑張りましょう。ちょっと1回あれか、水の元したんだけど、水ちょっと距離が遠すぎる <laughs>。あと、損切りと利確に関してですね、やっていきたいと思います。で、損切りの時っていうのは、ダブルトップになる可能性っていうのを実はコールしなきゃいけなくなるんですよ。で、これに関してもえとチャートで具体例を示していきたいんですけど、よいしょ。 まずちょっとお絵描きします。例えば、じゃあこの辺で入れとしますよね。この辺で売りエントリーしたと。これ映ってますよね。映ってるね。この辺で売りエントリーしました。で、こうやって行くじゃないですか。で、やべえな、ここの高いに抜いてくるからもなと思ったら落ちてくる。で、結果的に、ここが <laughs>、ちょっとすいません。さっき炭酸水飲んだんで。 めっっちゃ今使いました、えー、とここがですねダブルトップになる可能性っていうのが実はあるんですよ。で、その後反発の上昇で加工みたいな。この流れってね、たまにあるんですよ。で、これを僕は中央をダブルトップ型の三尊って言ったりします、はい。中央ダブルトップ型の三尊。これもう僕が、僕の造語ですね。はいえー、1で2つ目の山がダブルトップになってると。 これをもう一つの山として扱ってダブルトップっていう一つ一括りにすると、まあ、結局はこの3尊と一緒じゃないですかねっていう意味であの中央ダブルトップ型の3尊とか、まあ、中央ダブルボトム型の逆3尊とか言ったりしますたま、はい、に出るんですよこれが、うん、なので実際損切りの基準としてはやっぱりここダブルトップの本質ってやっぱりここの1つ目の高値より2つ目の高値の方が安い 安いの切り下げが起こってるっていう、これがダブルトップの本質なんですよね。すごい大事なところなんですよ。なので、もうこの三層のこの中央の山になるであろうと思っていた高値をやっぱこう抜いてきてしまうんだったら、それはもうやっぱり損切りするべきですよね。もう三層になり得ないでしょっていう話になってくるんで、もうだって単純に考えて、単純に考えてさ、こう上昇トレンド形成してきてさ、で、おいい感じに下げてきて、 で、反発の上昇すると思ってたら、もう、こうなったら終わりじゃないですか。もう、これ上昇トレンド継続じゃないですか。高値更新してるんだからね。安値は、まあ、一瞬ちょっと切り下がったけど、結局高値更新してるんだったら、それはもう上昇トレンドじゃないですか。だからもう、それはもう,う、売りのポジションを持ってる理由がないですよね。はい。というところで、もう、損切りしていきます。はい。 ただ、あのまあ、もちろん、相場環境によるんで、あ、これも買いが明らかに強く入りすぎてるなっていう時はあは、別にその時に応じて、もう損切りするっていうのはありですけどね。うんまあ、例えばですけど、まあ、この状況だったら、1、これ映ってるこれ映ってますね。えっ、ー、と、このラインに綺麗に反発されて、バッコン下げたんだけど、もう一回すぐに爆上げしてチャレンジしに行くってなったら、ここで、よっしゃ、中央ダブルトップ型のサンゾンやー で僕だったら自信持ってホールドはしないですね。もう勢い強すぎたら、もうさすがにあの持ってる理由ないですよね。うん、で、ここで果たして止まるのかって話ですね。で、ここ,こ,こで止まるのかを見ますよね。で、ここで、例えば今、冷足見てるんで、これ1時間足とかで、ここでちっちゃいこうやって3層ができ,とできるんだったら、例えばそこで売り,売り直すとか、もうそういう状態でいいですよね。うん、結局3層を根拠に売る、3層ができるであろうと。 いう、あの、それが根拠なわけじゃないですか、売れ。でも、三尊ができない、綺麗にならないんだったら、それはもう、あの、持ってる意味がないんで、損切りですよ。やっぱ、損切りじゃない、えっと、三尊っていうのは、このね、流れ、ここまでが上昇トレンドですよね。その後、とにかく強く売られる。まあ、これ、大口の売りですよね。 でそれによって、もう今までの上昇トレンドが否定されるっていうのがじ一番す、あのー、とにかく重要なんですよ。それまできれいにね、こうやって、安値を、えー、まあ、ここだとちょっと上昇トレンドがちっちゃいんで、例えば、ここでね、こういう感じでずっと上昇トレンドで安値を切り上げてたとするじゃないですか。でその安値の切り上げが終わるもしくは、今までにないぐらい押す。ね。 安値を更新しなくても、こんだけ今まではこう切り上げてたものが、やっぱ、こんだけ売りに押されるってこと何かあったってことなんで、そこで3尊の形成を見込んで、反発の上昇で売って取りに行くっていう、かなりだから初動を取るエントリーになるんですよね。うん、初動を取るエントリーになるんで。はい で、何が言いたいかというと、要するに、サンゾンがそのあの形ができる、この形ができるっていうのは、もう理にかなったことなんですよ。さっき一番最初に説明した通りね。だから、もうダブルトップになってる時点で、なんだろうな、疑うべきなんですよね。なんでかっていうと、だって、もうバーンってここでこ、のこの売りで潰したはずなのに、そっからまた買われてるわけじゃないですか。だから、買いが強いですよねって話なんですよね。うん。 買いいが強でですすよよねって話なんですよだからもうその時点で信憑性薄いんですよはっきり言って、うん、信憑性薄いんですよだったらもうこの中央の高値を抜くんじゃなくてもう左側の山の高値を抜いてきた時点でもう一回切るっていうのは全然早めの損切りでいいと思います、はい、そこはケースバイケースですけどね、うん、だから中央がダブルトップとかダブルボトムになってる時点で正直それが出るときって相場の本質とは逆の方向のときなんですよね、うんまあ、例えばですけど 例えばここ、見てください。ここにダブルボトムありますよね。こいつ映ってるよね。このダブルボトムって結局中央、ダブルボトム型のこれ逆三像なんですけど、これ全然ここから上昇できなかったですよね。全然上昇できなかったですよね。もうここのチャンネルのトップの方が強かったですよね。で、バッコン下がってるじゃないですかね。やっぱこの時ってとにかく本流はあの下なんですよ。だってチャンネルラインが下降なんだから。 ね、でここはちょっとファンダメンタルズにあのかなり強い影響を受けたんであのここに関してはもう例外ですけどねこのここね、はい、もうここここまではもうとにかく下降トレンドなわけですよこうやってこうやって強い加工トレンドなわけですよねその中で逆算像ができたんだけどここでダブルボトム が来てるなってことはやっぱりそんだけ売られてるってことなんでやっぱりね自愛的に売りが強いっていうのを判断ができるんでダブルトップ型とかダブルボトム型になった時点で信憑性低いなっていう頭で言ってください僕はそういうあの相場感を持ってますはいですね損切りに関してはここまでで次利確ですねどうですかね皆さんねここまで見てあの疲れてる人もねいるかもしれないですけどでもねやっぱり勉強量っていうのはすごい大事ですよ 僕も今でも、やっぱり、まあ相場に関してはそこまであのインプットするってことは、昔と比べたら少なくなりましたけど、でもそれまで、それでも、例えばビジネスのこととか、ものすごいインプットしてますよ。もうそれだけで動画、どうだろうな、本当6時間分ぐらい見たりしますよ、1日で。まあ倍速で聞いてるんで3時間ですけどね、かかる時間は。うん。それぐらいやっぱインプット量ってすごい大事ですよ、量ですよ、本当に。 質をいきなり高めようとしても無駄なんでね、量からしか質は生まれないですからね。例えば、アルバイトであの接客業とか皆さんやったことありますよね。あれも、最初って全然慣れないじゃないですか。最初からいきなり質が高いあの接客なんかできないんで、慣れてくるじゃないですか。例えば、僕、大学生の頃かな、朝のコンビニでずっとバイトしてたんですけど、めちゃくちゃ、もう割れながら、もめちゃくちゃ早かったんですよ。もう、めちゃくちゃ早かったですね。 あのレジ打ちがね、レジ打ちとペイ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 ってやるのがもう超早かったですよ、もう。何人並ばれても何と思わなかったですね。絶対行ける俺だったらみたいな。2分後には終わってるぜみたいな。まああのちょっと待って、その何の話したんだっけ、今。何の話したんだっけえー <laughs> <laughs>。えっと、あ、量が大事ですよね、確かに。そうだからそれもやっぱ何回もやってるから、そうやってレジ、 の接客っていうかその速さの質が上がるわけじゃないですか。だからもうとにかく僕の動画長い長いってみんな言うけど、もう量ですよ。別にだってね、あの、勝てるんだったら別に見なくていいじゃないですか。はい。ただそれだけの話ですよね。はい、というところで最後、理覚ですね。で、この理覚をどこでするのかっていうのを理解できると、これね、なぜ左右の山が同じ大きさだったり、同じ高さになるのかっていうのが、あの、 理解できるようになるんですよね。じゃあそれをね、あのー、チャートで解説していきたいと思います。この項目で最後ですね。はい。そしたら、えー、とまたユーロドルを冷やしていきたいんですけど、っていうか、これまずちょっとあれですね、よいしょ。ちょっとお絵描きしたいんですけど、3ン,ンができたら、こうやって3層ンン、まあ、ちょっと今、マス目に沿って描いたんですけど、3ン,ンができたら、このネックラインから最高値までのこの値幅ありますよね。 この値幅ねこの値幅分、下落するんですよ。この値幅分。で、これに関してはね、えっとね、日足とか週足レベルの3ンだと、あんまり正直期待できなかったりします。これに関しては。4時間足とか1時間足の,あの3ンだと、これめちゃくちゃ効きます。これめちゃくちゃ効きますね。うん。まあ、皆さんもどっかで聞いたことありますよね。どっかで聞いたことありますよね。 これと同じね幅分下落するよって。で、これダブルトップでも一緒なんですよ。ダブルトップの、この幅分ね、ここの幅分、ダブルトップもこう下落するよっていう。これもあるあるですよね。で、実際これ皆さん、あの、だされると思って、ちゃんと見てみてください。これマジでそうなるから。びっくりするから、本当に。うん。そう。なんですよ。ね。で、なぜそうなるのか。 なぜそうなるのか。まあ、じゃあ最初にちょっと具体例出しましょうか。一番最初に説明したこの3ゾーンいるじゃないですか。で、この3ゾーンに関してはちょっと特殊なんですけど、よいしょ。例えば、ちょっとボックス引きますね。よいしょ。ネックラインから最高値までは、まあ、このボックスじゃないですか。で、これ、このパターンはね、で今、えっ、ー、と、同じ大きさの、えっ、ー、と、 ボックスを作ったんですけどここからだと、あれ届いてないじゃって話なんですけど、これね、ここからだといけるんですよね。えっとね、この三尊って、ちょっと待ってね、この三尊ってネックライン2個あるんですよ。ここと1つ目の山のこのネックラインとこのネックラインあるじゃないですか。で、これ1つ目の山にのネックラインにこうやって合わせると、 結構ぴったしいくんですよ。ほら。ここで合うでしょう。ね。今ついてきました話。ちょっと今ついてこれなかった人、あのもう一回巻き戻してみてください。ちゃんと。ね。こうなんですよ。はい。結構、あの、まあ、日でも、冷やしだとね、効かないときは効かないんですよね。やっぱね、ファンダメンタルズの影響をすごい受けるんで、うん、やっぱりそんだけ綺麗にいかないときはいかないんですよね。で、あとは、 例えば、冷やし。でもこれ四時間足とかだったらめちゃくちゃハマりますよ、マジで。四時間足、一時間足の3ゾーンはこれめちゃくちゃハマります。よいしょ。ここ難しい。難しいっちゃ難しいけど、まあでもこれもハマってますよね。結局、ここでブレイクワンタッチしてるじゃないですか。よいしょ。 まあ、ここ、この場合、ネックラインがトレンドラインみたいな感じなんで、この3ゾーンの場合ね。で、ここブレイク、ワンタッチで安値更新して、しっかりここで止まってますよね。同じ値幅で。うん。俺、東でも効くな <laughs>。まあ、もちろん、あの、でもこれは本当本質なんですよね。で、なぜこういうことになるのかっていうのはちょっとこの後説明しますね。ちょっともう一個ぐらいやりましょう。えっと、ここに3ゾーンがいるんですよね。ここ。1、2、3。ここにいますよね。 でここいつに合わせてあげたあげ間違えたこうこんぐらいかなでここなんかはほらはまんないじゃないですか、うん、まあいっても一旦ここで要線が出てるっていうのは注目ですよねここね一旦ねはい、まあ、ここの先はえぐかったんでほんにもうファンダメンタルズもくっついてきてたんではい まあでも、やっぱりここって理確の目処としてはかなり優秀なんですよね。一旦反発してるっていう事実が大事ですよね。うん、ですって、これ1時間足とか4時間足レベルだともうほぼほぼハマります。まず。まずハマります。これもう騙されると思って皆さん自分で検証してみてください。冷やしレベルでもまあ今言った通りハマってますよね、うん。ただそれよりも4時間足とか1時間足レベルっていうのはめちゃくちゃハマりますね。うん、で、たださっきえと説明した通り、当然冷やしの方がやっぱりそこから下落してくれる 可能性ってのは後的に高いわけじゃないですか、ね。なんだけど、ただ、それって結局、まあ、いわゆるフラクタルに見ればいいだけで、例えば、えー、っとですねどこがいいかな。この三尊の中にも、だこれこ,この三尊の中、ここ三尊三つの山があるじゃないですか、この中にも一時間足で見たら三尊とかっているんですよ。いるんですよね そしたら、じゃあちょっと実際見てみましょうか。この日足の三存で、ちょっと一時間発信して。よいしょ。よいしょ。ちょっと待ってね。ああ、いった、った。今ね、さっき丸で仕込んどいたところですね。よいしょ。で、これ見てみると、ほらほら、いるでしょ。う ここなんか、こうやって3ゾーン作ってるじゃないですか。1、2で、3でね。で、これなんかはネックラインが切り上がってるんで、ここなんかはもう完全トレンドラインで見ていく3ゾーンですよね。よいしょ。ほら。ここを抜けたらっていうところですよね。うん。だから、こういう1時間足の3ゾーンとかだったら、仮にそれは、でも長期足の3ゾーンをベースにして見つけてる3ゾーンだから、こういうのって角度が高くなるじゃないですか。ね。だから、こういうところで入っていくっていう。 で、例えば、よいしょ、ちょっと待ってくださいね。うわぁ、これめっちゃ分かりやすいじゃん。えー、っと、この辺ですよね。この辺で、ああ、でも、この辺か一つ目の、ね、山考えると。で、これ、ネックラインから最高値まで。で、ここの同じボックスでくくると、ちょうど、ちょうど、下落の目めとして、あの優秀ですよね。 ここがね、うん、ここで一回値動きはこうやって二回止まってるじゃないですか。ね、だからここ理学の目だとして優秀だし、まあ当然しの3層をベースに考えてるから、まあホールドするのもありですよね。スイングベースでロットを低めにしておいてあの、もちろんホールドするのもありです。まあ,あの分割で決裁していくのが一番いいと思います。メンタル的にも。一回利益を確保しておいてっていう、うん。っていう形でもできるんですよね。ねまあこういう形で。あ、え、ちょっと待って。あ、そうだ。で、大事なこと忘れてました。 なぜこうやってえ同じねえ同じね幅分こうやって落ちるのかっていう話なんですけどこれはまあここの大きさとなんかこれ三角形の三角形じゃねえやんか算数の授業みたいになってきましたねなんかね図形をこうやって表してさね これちなみにこの、あ、でもまだ1時間ちょっと経ったぐらいですね。もうすぐ終わります。で、なぜそういうことが、えー、起きるかっていうと、ここの、えー、1つ目の山の、えー、にかかった時間だったり、あとは、値幅がありますよね、こうやって。だいたいこれと同じになるんですよ、この3つ目の山も。ね。これなんでかっていうと、 この左の山の分、エネルギーを貯めるっていうのが、この横の期間の意味ですね。横の期間の意味。で、値幅っていうのは、さっきのまあ需要と供給の話ですよね。あの、マッチングアプリの話、最初の方に方しましたよね。あれとあれの話ですよね。それをやったら、エネルギー充電期間としてこれぐらいの縦軸、横軸でやったら、この値幅分動いたわけじゃないですか。で、この値幅っていうのが、ここの値幅でしょここの値幅でしょね。だったら、 理確目標がここなわけだから同じ幅動いた分ですよね。なんだったらここの3つ目の山も同じぐらいの根幅であり同じぐらいの時間軸横軸になるはずだよねっていうそれで結果同じ分動いてるじゃないですか。だからさらにちょっとなんでここの 上昇とここの加工の値幅が一緒ってことじゃないですか結局ねだから同じエネルギー充電期間になるはずだよねっていう考え方です理解できましたかできたよって人はいいねボタン押してくださいもうあのさっきっていうかこのここまでの過程でも押してるって人はあの大丈夫ですはい押さなくてふうふうっていうところですはい どうでしたかね三尊、逆三尊ワールド。まあ逆三尊はね、今日はあのずっと説明してきたことをあの逆に考えてもらえれば大丈夫です。はい。三尊と逆三尊で、いや、でも一緒です。一緒です、うん。別にそこは一緒ですね。はい。真、まあ、逆に考えてもらえれば OK です。はい。そしたらね、今日の三尊、えー、教室、終わりにしたいと思います。三尊ワールド、ね、どうでしたか皆さん。楽しかったでしょう。ね。まだね、チャンネル登録してない人は、えー、登録ボタンを押していただいて、今すぐ押してください。 プレスサブスクラブトン、uh, Right Now。Okay? あとは、えっ、ー、と、隣のベルボタンですね、オンにしていただいて、えー、月曜日から金曜日には僕、タイムリーな情報を送りますから、あの皆さんがすぐにそれを見れるようにあの、通知をオンにしておいてください。あとは、メンバーシップですね、まあえー、飲み会1回分、皆さんの損切りの、1回分の損切りのね、えー、何分の1かの値段でやってます。まあ、メンバー限定の動画ね、あの興味ある人は、明日の説明欄のリンクから、えー、飛んでみてください。はい、そしたらね、今日も、えー、長い動画お疲れ様でした。ね このあとちょっと筋トレ行って、えーと、メンバー動画もね、あの撮りたいと思います。ではでは、じゃあ、バイ、e you じゃあ、バーイ、じゃあ、バーイ。